はい、どうもこんにちは、なおです。今回はね、ウルトラゴッドミッション5段カードリスト見ていきたいと思います。でのもね、これ本日、カードリストとね、そのプロモーションアニメの PV っていうかな、まあ、稼働告知 PV みたいなやつが公開されたんですけど、その中でね、これ、はい、ノーマルからアルティメットレアまで、まあ、全部のね、こうカードが、こういう感じで見れるようになってるんですけど、うわー、すごい。すごいね。うわ、なんか、やば。やばくない？まあ早速見ていきたいんですけど、ちょっと今回、アルティメットレアから最初に見ていきたいんだけど、これ、やば、何これ？なんでスーパーレアなんだろう？あのさ、このカードナンバーの1番で、スーパーレアって、今まで、なかったんじゃない？いや、わかんない。ちょっとあったかもしんないけど、ここ最近では見てないですね。はい。スーパーサイジンブルー孫悟空。覚醒サイヤバースト持ちです。心強い戦友ってアビリティを持ってて、これ新規アビリティだね。サポーターにした作戦決定時に毎回仲間アタッカーをやると、パワーが一番高い仲間アタッカーが記録ダメージに強くなり、その中に自分のパワーとガードを上乗せするという効果で、まあスーパーレアにしては結構いいんじゃない？はい。じゃあ早速ちょっと、アルティメットレアからね、見ていきます。はい。今回こんな感じで、合計8枚だね。アルティメットがあるんですけど、まず1枚目がね、ヒルデガン。ゲンマ人の効果。こちらの効果がですね、まずアタック効果で必殺技が、発動するんですけど、これね、新規必殺技。新規必殺、ゲンマ、増減。無かな？ゲンマ無増減。おそらく。で、サポート効果が、敵アタッカー全員のパワーを永続で、敵アタッカー人数 ×2000 ダウンし、敵サポーターの全員のガードを永続で敵サポーター人数 ×1000 ダウンするという効果でちょっとぶっちゃけまあ控えめな効果になってるので、そうですね、まあ技とかはすごい注目度高いかなっていう感じがするんだけど、ちょっとアビリティの実用性で見ると、まあ、究極神オレンっていうね、過去に出たすごい SP タイプがいるので、まあ見劣りする点はあるかなというところで、まあ、評価というかランクをつけるとしたら、まあそうだね、まあ B、自分的には B ぐらいかな。で、孫悟空 GD、スーパーサイジン4です。激震龍拳。いいね。これが三神論を倒した時の悟空だよね、多分。状態は多分普通のスーパーサイジン4だよね、これは。激震の1だ。自分が必殺技を発動するたびに、敵防御連携グループ全員の受けるダメージが、次の攻撃から永続で2倍になるという、効果を持ってまして、こちらの効果はね、やっぱり必殺技をね、発動させてなんぼなんで、この、エナジーが8個っていう必要エナジーにはこれねちょっと見合ってない効果になってまして、まあ使いづらさで言うとかなり悪い、まあ使いづらいってことだね。なんだけどこの悟空の必殺技をね、例えばエナジーじゃなくて今度は UGM 5段のアルティメットの身勝手の悟空生き差し悟空とかで技をね発動可能にした場合、すごいこれで使いやすくなるんで、まあ、そういう技が打てますよっていう、打ちやすくなるよっていうキャラクターがいれば全然世界が変わると、思ってます。で、精鋭限界突破ユニットを持ってるんでね、まあ、これで一応ね、エナジー2個使ってさ、自分の必殺をね、発動可能にさせるっていうこともできるので、まあ、悪くないのかなっていう感じですね。で、激震の1段の効果がまあ永続2倍なんですけど、これ全員ね、敵防御全員の、受けるダメージを2倍にするので、まあ言ったら今回のね、トランクス静電気の、上位互換じゃないけど、まあまあまあ、使い勝手で言うと、あんな感じのことができるというところで、まあ、流星対策もね、もちろんできますし、これでね、長期弾持ってますので、エナジープラス5っていう効果だけど、これは軽減ダウンにね、浴びせれば、そのままね、軽減ダウンで2倍になってたとしたらね、長期弾ダメージも2倍になりますので、まあそこでの相性はいいんですけど、なんか絵柄的にね、究極龍拳な感じがしたんだけどね。まあ普通に長期弾という、はい。まあギャラクシーミッション17のアルティメットの悟空を彷彿とさせるような、カードになってます。個人的評価はまあちょっとまだ、得体が知れない部分はあるですけど、まあ A ぐらいかな。はい、A ランクで。で、ゴジータ GTA。こちらスーパーサイジン4でね、E 進路もちょうど、ここね、ちょうど映ってるんだけど、これがね、まあ、原作式でいいんじゃねっていうレベルで、めっちゃかっこいい。この後の蹴りがかっこいいんだよね。アルティメットパニッシャーという必殺も新規になってます。いいね。や、これ最高の瞬間集めとかもちょっと今撮ってたんだけど、正直これは次の段を待った方がいいのかなっていう感じがしてきました、正直。はい、ゴジータの超激震。あ、ごめん、違う。ゴジータの超激励。バトル開始、自分チームのヒーローエナジーがアビリティ効果によってアップしない代わりに、自分チーム全員の記録賞金の戦闘力上昇率が予測で 1.5 倍になる。さらに、自分チームにパンがいると効果がアップする。また、サポーターにしたラウンド終了時、自分チーム全員の記録を大幅に回復すると。はい、いう効果で、これなんだけど、まあ、自分チームのね、エナジーが上がらなくなるというデメリットが、まあ、かなり痛い。ですけども、自分チーム全員のね、記録職の戦闘力上昇率が 1.5 倍になるっていうことなので、まあ、これはもちろん iOS ユニットで消えてしまいますが、その iOS ユニットをね、潰してしまえば、1ラウンド目でね、相当戦闘力が出せると思うので、まあ、クラチェン、ベジット、ゼノと組むと、必然的に相性がいいというようなカードになってます。さらに、超ブロッカーユニット持ってますので、トランクス GT ではね、GT がね、堅実な戦法を持ってるカードいたと思いますので、それを含めると、開幕ユニットデッキが組めるんですが、パンちゃんがね、ちょっと今回の段で、まあ強いのがいたらいいんですけど、あんまり思いつかない。戦闘力制限ユニットのパンちゃんしかちょっと今んとこ思いつかないですが、まあもしかしたらこのゴジータ GT のね、開幕ユニットデッキ流行るんじゃないかなと、思います。で、あとはあれかな、サポーターにすると、自分チーム全員のね、記録を大幅に回復するっていう記録回効果を持ってますし、まあかなり使いやすい、効果をしてますね。はい。というところで、まあ天敵はもちろん iOS ユニットなんだけど、まあそれをやっぱり今の環境だとね、結構封じられるデッキもね、流行ってますので、まあ一概にやっぱり iOS ユニットが最強には、なってこなくなってきてるというか、まあ対策がね、さすがに出てきてますので、前回か、シークレットのベジットブルーとかでエナジーゼロにしてさ、その後に強者の威圧アプリかけたりとか、いろんなコンボが出てますけど、はい、まあそんな感じで使うといいのかな。で、岩盤クラッシュ効果が、この攻撃で与えるダメージが2倍。この攻撃した時のチャージインパクトのスピードを永続で速くするという効果で、まあ、この与えるダメージが2倍になるっていう効果なんですけど、これがね、ダメージ倍増消しとかで消えない、タグになりますので、岩盤クラッシュの火力が結構期待できるんじゃないかなという感じです。はい、個人的評価は、そうだね。まあ、結構優秀なんだよな。まあ、A だね。はい。A にします。で、孫悟空&iOS。はい、映ってるね、iOS が。休戦協定。サポーターにした作戦決定時、パワーが高い敵アタッカー3人の記録を超ダウンし、その名のみ、記録ダメージに超弱くなる。さらに、仲間サポーター5人以上で、そのラウンドの、その敵の与えるダメージを 70% ダウンする効果も発動する毎回という効果になってます。この効果はまあサポーターに、ね、下げなければ、アビリティ発動しないんですけども、3人の記録を超ダウンしっていう、こちらの効果が、まあ、流星悟空とかにかかれば結構うまいかなっていう、ところだったりとか、まあ、記録ダメージに超弱くなるっていうことなんで、亀裂がかなり、狙いやすい。で、まあね、これで国威の選手の対策もちょっとできるのかなっていう感じです。で、仲間サポーター5人以上の場合っていう、この効果がかなり難しいので、宝箱のさ、スーパーサイジの悟空とかが届けば、あのデッキで多分使えるのかなって、思うんだけど、どうなんだろう。ね、3連撃のさ、まあもしかしたら、あのカードに合わせるために作ってきたのかもね。で、戦闘力にアップしなくなる。まあ、時の断罪、まあ、これもね、ちょっとアタッカーにしないと発動しないので、かなり使いづらい。正直、この悟空は、評価としてはまあ、B ぐらいです。めちゃめちゃ使いづらいと思う。だから、特定のデッキ、ね、3連撃の悟空とかそういう特定のデッキでしか、ちょっと効力を発揮しないのかなっていう点が、まあ、ちょっと減点になってるっていうのと、これね、アクションが、ブロックバーストであれば、かなり評価は高かったんですが、まさかの時の短罪。これはちょっと合わなすぎるかな。はい。で、ベジータゼノ。はい、今回一番評価高いです、こいつ。HP2700、パワー8500、ガード1000。まあ、かなりパワーに寄ったステータスをしていて、スーパーファイナルシャインアタックがエナジー4個になってます。こちら、スーパーファイナルシャインアタック自体の係数が、まあ、9か10ぐらいあるんですけど、めちゃめちゃ高い。で、基本的なこれって、エナジー個数っていうのが7に設定されてるんで、だいたいベジゼノの必殺って7のはずなんですよ。ね、エナジー7個必要なはずなんだけど、なぜか3個も低い4に設定されてるんで、これがめっちゃいいです。はい。4個ぐらいだったらね、まあエナジー妨害多少受けても全然技打てますので、まあご飯 SH とか一緒に入れておけば、まあ、バンバン技も打っていけるのかなっていう感じです。で、限界を超えし力という効果で、ランド化し自分の記録が全回復し、そのランダムに絶対に検証しなくなる。また自分の攻撃時、敵防御連携グループ全員のガードをそのランダムに無効にする。さらに 50A だゼノに合体していると、敵が防御連携グループ全員のダメージ軽減効果を無効にすると。めちゃくちゃ強い。いや、これね、第2の悟空3と言っても過言ではない、そんなカードです。もちろん、あっちのね、降臨悟空の方が圧倒的に強いと思うよ。うん。なんだけど、まあ、あれやっぱりめっちゃ高いし、あれ、みんなやっぱり持ってるわけではないから、まあ、そのタイミングでね、こういうベジータズの、まあ、ちょっとした介護感をね、こう、アルティメットレアで収録してくれるっていうのは、かなり嬉しいよね。で、まあ、一応、ゴジータゼノになってるとっていうことなんですけど、これがまあ、3ラウンド目からね、あ、じゃないが、あ、ソウルバースト2か。ごめん、これ3だと思ってたら2だったね。じゃあ、強いわ。いや、これ、3ラウンドだったら微妙だなって思ったんだよ。これ、ソウルバースト。まさかの2ラウンド目からゴジータゼノになれるっていうことなんで、まあ、時の牢獄だけ封印してね、国威の戦士3とかで無効化させて、これ出せば、超アビリティ使えるんで、そうなった場合、貫通が余裕で狙えてしまうという。しかもこれ、攻撃時、敵のね、ガードと軽減無効なんで、この、ベジータズナが攻撃するときはもちろん貫通だし、その後の龍拳とかカードアクションアビリティに対しても貫通の状態で攻撃することができると。めっちゃ強い。まあ、ただ弱点があるとすると、やはり5連。ね、悟空&ジレンの、まあ、身勝手悟空の方だね。あいつがガード無視で攻撃された場合、パワーを1にするっていう効果が発動しちゃいますので、まあ、これはどんなにタイミングをね、ずらしても、ずらしきれない。もうシステム上絶対にゴレンが後に発動しちゃうので、まあ、ここはちょっとゴレンジャーがね、弱点にはなっちゃうんですけど、まあでもさ、バーサーカーだけでしょ。で、まあ龍拳とかが入るって考えたら、アバターをね、バーサーカー以外にしとけばいいから、結構いいんじゃないかな。いや、これやばいでしょ。で、時空転送フュージョンバーストっていうことなんで、まあまあ必殺発動時のね、効果もついてます。これも強くて、だってさ、これエナジー4個でソウルバーストだからね。やばくない？これ10じゃなかったっけ、ケース。ソウルバースト強いよね。で、超バーストで敵チームのエナジーを1個奪うっていうことなんで、まあまあまあ、火力も出せるし、エナジーも奪って、バーサーカー連携でね、エナジー破壊すれば、さらにエナジーも破壊できるっていうところで、結構これは強い。はい、個人的評価はこれも S でいきましょう。はい、S ランクは、ぶっちゃけ S プラスでもいいかなっていうくらい、まあ、性能してるかな、正直言って。で、暗黒王ドミグラ。はい、こちらはステータス結構バランスよく割り振られてます。暗黒王の究極エナジーという効果で、この究極エナジーのダメージ 1.5 倍の敵のエナジー0の時は、貫通でダメージ当たるという効果で、結構火力が出そうなんですが、それに加えての、暗黒の力を継ぐものっていう効果で、アタッカーにした自分チーム攻撃時、永続で記録ダメージ強くなり、敵チームのヒーローエナジーをサポーター人数分ダウンする。また自分の攻撃時、敵チームのヒーローエナジーが少なければ少ないほど自分のパワーと当たるダメージがアップするという効果なので、まあエナジー破壊がついてるからね、これと合わせて、まあどうにかしてくださいっていう感じなんだろうけど、個人的にはこれ、ドミグラのエナ破壊にちょっと頼らない方がいいんじゃないかなって思うのが、やっぱりエナジーを減らすには相手サポーター人数が必要になってくるので、現状サポーターってヒーローズ今さ、あんま作られないんですよ。1人とかしか、2人とかね。なので、ちょっとアタッカー環境ではこのドミグラの効果ってあんまり強くないんだよね。なんだけど、まあ一応このね、自分の攻撃時、敵のエナジーが少なければ少ないほどパワーと当たるダメージがアップするっていう効果が、これね、究極エナジーに乗っかりますので、火力は相当出せるんだ。だから、元気玉悟空とか、まあ、ベジットブルーの仕組みみたいな感じで、相手のエナジーをゼロにさせちゃえば、いいんじゃねっていう発想でさ、まあ、ドミグラちょっと、ね、合わせ技次第では、めちゃめちゃ光るんじゃないかなと、思ってます。こちらの個人的評価は、まあ、今現在では A プラスで、はい、行きましょう。で、魔人ロベル。はい、これね、新しい衣装に身を包んだ魔人ロベル、こう角が2本になってて可愛いよね。でステータスも、バランスよく割り振られてて、エレガンスレインがエナジー4個になってます。ドミグラはさすがに6個だね、高いね。で、こちらドミグラ様、バトル開始敵勢の記録を半分にし、チャージインパクトのスピードを永続で長薄する。また魔人ドミグラか暗黒王ドミグラと連携して攻撃すると、攻撃チャージインパクトに勝利するたび、自分チームのヒットポイントを敵アタッカー人数 ×2000 回復、自分チームのエナジープラス1という効果です。こちら気力半減が、ついてますので、気力妨害デッキにはすごくいいのと、開幕から敵の、チャージインパクトスピードをもう最速に近いレベルでアップさせることができますので、あと1段階上げちゃえばね、時の鍵とかで1段階上げちゃえばもうほぼほぼ最速。で、魔人ドミグラか暗黒王ドミグラと連携しているとっていうことのここも非常にアビリティの使い勝手がいいです。で、このロベルさんがエリートタイプとなってますので、こちらのドミグラと連携させることができるというところで、一緒に使ったら強いよね。で、攻撃チャージインパクトを処理するため HP が敵アタッカー人数 ×2000 回復してエナジープラス1なんで、×2000 だから7人いたら14000回復で、これちょっと注意なのが回復なので上限値以上はこれ上がらないです。ここが HP がアップだった場合上限値以上に回復するんですけど、回復とアップの違いってちゃんとあるから、上限値が例えば HP3 万だとしたら3万以上は上がらない。なので、ちょっとそこだけ注意というか、減点の要因にはなるんですが、これが仮に回復じゃなくてアップだった場合もう尋常じゃない強さになっちゃうから、そこはバランスを調整してきたという意味ではいいのかな。もしもアップだったらこれもう余裕でゴッドランクいってたんだけどはい。そんな感じですね。で、気力クリティカルユニット、新規ユニット技持ってまして、敵チーム全員の気力ダメージを超弱くして、自分チーム全員の気力ダメージをアップする1ラウンド限りエナジーが1個になってまして、スーパーイーシンロンゼノと暗黒王ドミグラなんで、やはりこのロベルとドミグラ、これ確定でしょ。で、超イーシンロンゼノがこれUR いますので、この3枚が結構流行るでしょう。で、秘書のダブルアタックスーパーで自分とパートナーを受けるために要請永続 30% 軽減、スーパーパートナー効果アップなんで、これが自分の予想が正しければ効果アップは 90% 軽減だと思います。で、その理由としてはこのダブルアタックスーパー、パッと見守護のダブルアタックっていうクロノアのダブルの介護感なんですよ。で、今の環境でというかクロノアが登場してから何年も経つのに介護感を出すはずがない効果アップで 50% 軽減ってことはまずないから、おそらく9割減まで上昇すると思いますので、このダブルアタックも絶対にシャレにならない強さだと思うから、軽減強いっていうことはやはりベジータゼノ、これも必然的に強くなってくるよね。個人的評価はそうだね、ロベルちょっと待ってね、考えるわ回復持ってんの強いんだよな、開幕な。でもそうだね、ゴッドランクにしたいけど、A プラスから S ぐらい間で、スーパーインシンロンゼノ、ボーイのエネルギーフレア8、やっぱ重いな、エナジー重すぎ。復讐のホムラ、1ラウンド目の右敵チーム全員のサポーターした時の記録回復を超ダウンし、敵チームの戦闘力が7000以上アップしなくなるという効果です。そうっすね、7000だから正直5000未来でいいんですよ。これやってること介護官だから、これで5000制限のトランクス未来と当たってしまった場合、先行を取られちゃう上に記録回復量超ダウンがこれ現環境でほぼ機能してないから、やはりサポーターを作らないってさっきも言ったけど、その通りサポーターなんて本当に作らないから、この効果が合ってないようなものなんかなっていうので、結構このアビリティの評価は低いです。で、復讐近いユニット持ってるけどこれも6個だし、ユニットメンバーが終わっているというところが減点ポイントの一つですね。で、終焉のダークドラゴンゼノ、こちらはかなり優秀ですが、そうだね、ミッション向きかな。ミッションであればかなり強いかなっていう感じの、性能になってます。個人的評価は B ランクで。ということで、以上今弾のアルティメットレアの情報は以上になるんですが、かなり気になったカードで言うと、やっぱりベジータゼノ、これが圧倒的ですね。はい、これはまあ S って言ったけど、まあ、S プラスのスペックも秘めてるし、個人的にはかなり評価高いんですが、弱点としては、まあ、ゴレンもそうだし、天神ベジットなどのブロックバースト、この辺りに耐性が 1% もないというところが、まあ、ちょっときつい。なので2ラウンド目にねブロックバーストされてしまうときついので、ブロックバーストの対策をねこう立てておけば OK なんですよ。まあつまり何が言いたいかっていうとね、はい、まあそういうことですで、ロベルか、あとは、うん、ロベルもねめちゃめちゃ欲しい。正直このイラストはめちゃめちゃ自分好みだし、まあ、ロベルね大好きなんで、まあ、この2枚かな。うん、まあいい進路もユニットメンバーに必要なんで、この3枚を連呼で当てられたらめっちゃいいかなって感じですね。はい、まあ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 今回 UR やっぱね普通に多いからさ、ちょっとまあ6万じゃ足んないかなって感じで、まあ8万円はちょっと必要だね、コンプするには。そんな感じです。じゃあちょっとまあ他のカードに関してはね、うん、ちょっと気になったやつだけ今度ピックアップして、まあ、動画で、ちょっと出そうかなと思います。なんかいろいろあるんでね、なんかいろいろあるからね。はい、ということで、今回の動画もしよろしければチャンネル登録、高評価よろしくお願いいたします。ウルトラゴッドミッション6段楽しみだよっていう方はぜひコメントもよろしくお願いいたします。ということでご視聴ありがとうございました。今日のノアチャンネルは終わり。また見てね。